カンバーノオールドは、イギリス北部スコットランドの大都市グラス号に近くに位置するニュータウン。大都市グラス号の過密緩和のため、その東北東約18キロの位置に建設されたニュータウン。1955年にニュータウン法に基づいて指定され、翌1956年から建設が開始された。計画人口は7万人であるが、車の使用を考え、 主要交差点は立体交差で歩道のネットワークを車道とは独立して計画している。また、商店は近隣住区方式で計画するのでなく、中央部の大規模なタウンセンターにまとめるワンセンター方式が採用されている。このように他のイギリスのニュータウンには見られない都市形態を有しており、ユニークなニュータウンとして有名である。 大規模な複合建築として建設されたセンターは、イギリス初のショッピングモールで、世界初の屋内タウンセンターとされており、プランナーらから称賛された。しかし、大部分が1960年代に建築されたため、時代の経過とともに不満が出されるようになった。21世紀に入り、センター南側に大規模な増築が完成したが、現在では、取り壊したい。 建築の上位に顔を出すこともある。ありがとうございます。